こんにちは、エミリです。今回の動画はリボンで作る星のモチーフの作り方です。はい、今回はこちらのリボンを使っていきます。幅 1.5 センチのリボンです。で、長さは30センチにカットしました。それを3本用意します。で、リボンの真ん中にこうやって3本まとめて折り目をつけます。テープを2枚重ねて貼ったものをこうやってここに置きます。リボンの真ん中を合わせて、このね、リボンが裏表ある場合は表目を上にしてこうやって重ねていきます。で、リボンの裏表が関係ない場合はどっちが表でも大丈夫です。で、まずこうやって、まず これが1番、で、これが2番目。はい。で、最後に、この縦を、こうやって置きます。はい。真ん中を重ねた状態でね。そうすると、こう、クロスの上に縦が来て、米印になります。これが1番目のリボン。一番下になるリボン。これが2番目のリボン。で、これが3番目のリボンになります。では編み始めていきましょう。今回の編み方は1段目はヘキサグラム、2段目はちょっと違う編み方をやっていきます。まずこの左斜め下にあるこのリボンを輪っかにして、右斜め下に持っていきます。はい。この時この真下に出ているリボンの上をこうやって通ります。で、かつ最初から右斜め下にあったリボンのこの下に来るようにします。そしたら次、この最初から真下にあったこのリボンを、今右斜め下に持ってきたリボンと最初から右斜め下にあったリボンの上を通って右斜め上に持っていきます。最初から右斜め上にあったリボンの下に行きます。そしたら今度最初から右斜め下にあったこのリボンを、今右斜め上に持ってきたリボンと最初から右斜め上にあったリボンの上を通って真上にこうやって持っていきます。最初から真上にあったリボンの右隣に来ます。そしたら最初から右斜め上にあったこのリボンを、今真上に持ってきたリボンと最初から真上にあったリボンの上を通って左斜め上に持っていきます。この時最初から左斜め上にあったリボンの上に来ます。そしたら次、最初から真上にあったこのリボンを、今左斜め上に持ってきたリボンと最初から左斜め上にあったリボンの上を通って左斜め下に持っていきます。はい。そしたら最後、最初から左斜め上にあったこのリボンを、この輪っかのリボンにこうやって上からこんな感じでね、こんな感じでしょう、下に向けて通します。はい。そしたらこの輪っかになってるリボンの、このリボンの足をこうやってシュッて小さく縮めて引っ張って、で、全部のリボンをゆっくり引っ張っていきます。ゆっくり、これね、ゆっくりが大事ですね。勢いよく引っ張ると崩れやすいです。特に幅広のリボンはそんなに引き締めて編めないので、特にゆっくり引っ張って、いやじゃない、そうですね、ゆっくり引っ張って整えてください。あとね、幅広のリボンはね、崩れやすいです。崩れやすいし、シワもよりにくい。はい。で、これがね、周りのこの部分があんまり出っ張りすぎないように若干引っ込めた状態になるようにこうやって整えてください。はい。これで1段目が編めました。はい。で、1段目が編めたら、この裏のテープはこうやって外
します。で外したらまたちょっとねで整えます。こんな感じね。はい、はい、では2段目編んでいきます。2段目はヘキサグラムとはちょっと違った編み方になります。で、この真下に来るリボンはね、こんな感じでちょっとこのね、2本の距離が近いこのリボンをこうやって真下に持ってきます。で、これね、重ねて編むようにします。で、まずね、この右側にあるこのリボンをぐわーっと左に持ってきます。はい、そしたら2本こうやって下にあるリボンをまとめて重ねた状態でまとめてぐわっと上に持っていきます。はい、そしたら最初から左にあったこのリボンをこの今上に持ってきたこの真上に持ってきたこのリボンの上を取ってこうやって右斜め上に持っていきます。はい、そしたら最初から真上にあったこのリボンをこの今右斜め上に持ってきたリボンの上を取ってこうやって右斜め下に持っていきます。はい、そしたら最後この最初から右上にあったこのリボンをこの右斜め下に持ってきたリボンの上を取ってでこの最初に左に持ってきたリボンをここに通します。はい、こんな感じですね。で、今持ってきたこのリボンこの右斜め上に持ってきたリボンの上には重ならないようにしてください。重なってないですね。外側を取って持ってきます。で、最後にこうやってリボンを引っ張って形を整えます。はい、そうするとこんな感じで星型になります。はい、でね、これねこうやってね角の部分とかがちょっとこうね星になるように意識してこう引っ張って整えてみてください。あんまりこうこうやって引っ張りすぎちゃうとかってね形崩れちゃうんでそんなにね引っ張りすぎなくてもいいかな。このバランスを見てねこうやって引っ張ってあげてください。はい、で裏はこんな感じになります。はい、そしたらリボンがほどけないようにこのね周りにボンドをつけていきたいと思います。でこのボンドはねちょっと最近ボンドは最近つけ方模索中なんですけど今回はこのね入り口のところにつけていってみたいと思います。この入り口こうやってちょっと引っ張ってでこうやって押し当てここはね、この中にふわーっとまずで、まずこの下のリボンをこうやってくっつけます。ね、ちょっとシミになったとしてもこのね、上のリボンをこうやって重ねればバレないので、で、この上のリボンはこの周りにつける。はい、そしたら乾かしていきます。はい、そしたらボンドが乾いたのでこの余ったリボンたちをカットしていきたいと思います。他の部分を切らないように注意しながら
リギリのところをカットしていってください。ね、こんな感じでちょっと切り残しができたら綺麗にカットします。カットしたらほつれ止めとしてボンドをつけます。はい、そしたらボンドを乾かしていきます。はい、そしたらね、この星モチーフに丸カンとストラップ金具をつなげたら、はい、完成です。できました。こんな感じのね、星のストラップができました。どうですかね、今までヘキサグラムでこう星っていう感じでやったりはしたんですけど、このね、五角形の星様は初めて作りました。これね、たまたま偶然できたんですよね。ヘキサグラムの編み方をちょっと間違えたら、なんかっぽいものができたので、ね、研究してより作品にしてみました。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。またこれもね、幅の違うリボンで編んだりとかしたら、また印象が変わって可愛いと思いますし、色もね、いろんな色で編んでも可愛いと思います。はい、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、この動画がいいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また質問やリクエストなどありましたらコメントくださると嬉しいです。はい、ではご視聴ありがとうございました。かわいい